ちょっと待ってね。
か。さっきの妖怪の手がかりが載ってるかも。へえ、どれどれ。ダメだ、時間を消して。いいし、そんなことになると思ってました。とにかく私たちでこの本調べてみるから。じゃあ俺と役で行われた。地道に調べれば何か手がかりが見つかるかもしれないし。一緒に忍耐力を鍛える。熱いぜこれ。燃えてきた。
やり方は簡単だ。的が出てきたら手を上げる。これだけだ。こっちから出てきたら右手を上げる。こっちから出てきたら左手、後ろから出てきたら両手だ。分かったか。手を上げるときは隣のお友達に当たらないよう気をつけて。それじゃゆっくりやってみるぞ。よーい、スタート。右手、左手、両手、もう一回、右手、左手、両手。どうだ、できたか。よし、今度俺の番だ。今度はちょっと早めにパターンを変えていくから、会場のみんなも頑張ってついてきてくれ。それじゃあいくぞ。よーい、スタート。
所詮貴様らに己を倒す術などない。この世界は闇に落ち、人間どもは希望に様に恐怖しいけよ、恐れを生み出すためだけにな。お前たちはそれをあの世から見届けるがいい。赤忍者、まずはお前からだ。死ねえ黒忍、恐れとか闇とかそんなもん知るか。まだ立ち上がるか。わからんのか。お前らじゃ俺たちには勝てねえってことが。ああ、わかんねえな。けどお前たちを倒せなきゃ会場のみんなの笑顔を守れないことだけはわかる。だったら俺たちは負けるわけにはいかねえ。そうだな。そんなこと当然だ。ナイトちゃん、おじい様はなんと、何があっても自分たちで何とかせ。だってこんなところで倒れてちゃいけないね。みんなを守り、金の鬼を倒し、ラスト忍者になる。それまではどんな相手だろうが負けてたまるか。愚か者が、そんな夢など叶いません。貴様らはここで終わりだ。ふわHa!
Ladies and gentlemen.
맞아!